逃げるな。ほら、どうした。まさか似たおるおまへん。ルルやるな。おかえりなさい。海域での行動はただでさえ難しいのに。さすがです。ああ。ピム二人おったりあれびっくりしたわ。今ね、ユーゴと一緒に限界海域のお勉強してるの。ねえねえ聞いて、フィムね、覚えたんだよ。限界海域とは薬剤の三賢者によって引き起こされ、未曾有の大規模災害によって世界的に飛散してしまったん、なんだっけ、忘れちゃった。えへへ、お前そんだけ覚えたらだいぶ偉いて。さすが我が子。フィムは今日も元気そうで何よりだ。しっかり見ていてあげてくれ。フィムは本当にお前のことが好きなんだよ。この間フィムと一緒に半身浴をしながらゆっくり話したんだが、フィムの口から出るのはお前のことばかりさ。なんて言ってた。それを聞くのは野暮というものだろう。ガールズトークだからな。フィムだけじゃない、みんなお前を心から信頼している。どんな強敵が現れても、困難が立ちはだかっても、お前と一緒なら必ず乗り越えられる、そんな気にさせてくれる。私はバランで他人を信用するなという教育を受けてきた。確かにそれが有用だったこともあった。だが信頼に足る人間は確実にいる。お前もこの船のみんなも信頼できる仲間だ。フェンリル本部奪還作戦、必ず成功させよう。私たちの夢のために。ああそうか、大変やってんな。ガールズトークめっちゃ気になんねんけど、何言ってたんや。こないだクレアがさ、エレベーターの中で一人でブツブツ言っててさ、怖っ。なんか怨霊みたいで怖かったぜ。あいつはグレイプニルの人間として俺らが受け持つミッションを成功させなきゃいけねえんだよな。あいつ思ったよりいろいろ抱えてんのかもな。かもしれんな。大丈夫か、ブツブツ言うてたって聞いたけど。奪還作戦本当に始まったね。マイミッション成功させなきゃと思うと気が重くって。ジークはプレッシャーとか何も感じてなさそう。羨ましいな、あいつアホやから。現在我々に当てがわれた真相踏破ルートの開始地点を目指し、ああ噛んだわ。後続のバランのキャラバンとの距離感も問題なさそうですね。我々には海域者荒神を優先的に排除することが求められています。いかに早く海域者荒神を倒し航路を作るか、まさにこれまでの進化が問われますね。なるほど。何が来る、フリー出たな、怖っ。何やろ、お前かい、一回戦っとら、お前も戦っとら、何やこれ、命やないか。ただのちょっと前傾姿勢やねこいつ。これからいっか。奪還作戦 B 計画シャープ1、ユーゴか。ハウンドとしてフェンリル本部奪還作戦に興じ、その裏で荒神との戦闘経験の向上を含む生態情報や素材の収集を目的に独自行動を行う。限界海域に挑むにあたり人機の強化や拡張も必要だからな。活用させてもらおう。なるほど、まあ一回戦ってるし余裕でしょう。いってらっしゃいませ。ご分を、まあ、サクッと倒してあのアッシュ倒そう。よし、あやばい、3キレだ、最悪いった、最悪や、やった。お前切れたやろ。おい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 、どうしたさせるかよ移動なんか。おい、まあ一回倒してるしこんなもんでしょうよ。で次こいつか。作戦準備完了に向けて、我々と同じルートを行く後続の船たちがようやく出発したと連絡がありました。我々はこの大船団の矢尻として海域を切り開いていくことになります。作戦が終わったらみんなでパーティーを開いていいとオーナーの許可は取りました。パーティーか。それでは気をつけていってらっしゃい。サクッと倒してパーティー開こうぜ。
前早く触れ、パーティーがあるんじゃお前。お前、うわ汚っ。こっちからいけるか。いける。よう、またあったな。お前クソ野郎が。いけ。おろろろろろ、どうした。お前逃げすぎやろ。どんだけ逃げんねん。我慢したら、ここやろ。おい、逃げれる思うなよ、おら。おい、逃げれる思うなよ。当たれ。よし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 。はよくたばれ、ほら。来た。おおおおおお、なんでや。おい、手間取らせやがって。くたばれ。お、パーティーか。久しぶりだな。あ、誰や、ゴー。今さら何のご用ですか。アクセルトリガーの情報が流出したという噂を聞いて、まさかと思ったが。私を始末しに。え、今日は挨拶をしに来ただけだ。奪還作戦では教頭を演じることになる。演じる。だが我々バランに不利益を与えると判断がなされれば、私の船に手は出させません。ふん。死である俺にお前が叶うと思っているのか。お前師匠なんか。また会おう。なんやお前、帰れ。今なんかやばいおっさんおったで。なんか変な匂いする。知らない人の匂い。それや、そのおっさんや。やばいな、臭いな。ルル大丈夫か。変なおっさんおったぞ。すまない、ちょっと考え事をしていた。集中しないとな。いや、そら考え事もするて。改めて言うまでもないけれど、我々が進むルートは最難関よ。この後到達するのはそのルートの開始地点ね。いよいよ作戦の要である真相の踏破が始まることになる。ほぼ目隠しで進むような状態だけど、人類の最初の一歩なんてそんなものよ。私たちならきっとやり遂げられるわ。根拠なんて一つもないけどね。いやいやいや、根拠は作り出すもんよ。正規のゴッドイーターとエイジでは海域内での行動時間制限に違いがある。一応海域への耐性を無理やり高める変色因子を投与してはいるが、埋められない差はあってね。でもそのあたりはエイミーちゃんがしっかり管理してくれててさ、リカバリーも含めて彼女が予定を立ててくれてるんだ。都合を感じたことなんてめったにないだろう。案外このチームの心臓は彼女かもな。いや、めっちゃ大変やで。多分ようやってくれてるわ。これだけの連戦なのに全然疲れを感じさせませんね。鬼ですから。さすがは我らのエースです。いよいよ第一フェーズの開始地点に到達します。気を引き締めていきましょう。誰や、何が来る。フリーがめちゃ出たくないか。これ3つぐらい出た。いや、これ連戦。いや、うん、どうや、わからん。じゃあフリーが3つ出たわ。あ、お前か。うわー、マジか。全部ユーゴや。な、これからいっか。奪還作戦 B 計画シャープ2。感応レーダーを確認し、大型の荒神が移動中の商船を襲撃していることを確認した。他のキャラバンは見捨てたようだが、俺たちは見捨てるなんてことはしない。二足三門にもならないが、救出に向かうぞ。こういうところでオン打ってかんとな。いってらっしゃいませ、ご部分を。まあ、困ってるんやったらな。助けんと。それが鬼よ。痛い。あ、ほんだろ、お前。貴様、死んで詫びろ。
お前ボケが、クソ野郎、さっさとくたばれ、俺くたばれ、おら早くたばれ、今ほんまか、よしくたばれ、バカたれ、時間かけさせやがって。で次これか、奪還作戦 B 計画シャープ2の A か、旧市街地か、懐かしい場所だ。どうやらペニーウォートの状況調査員が海域で遭難したらしい。何かの縁とは思いたくないが、救援要請を拾ってしまったなら仕方がない。敵はそう強くない、さっさと片付けよう。了解した。ドリルマンやろ、ドリルマンぐらい普通にいけるさね。所詮はドリルよ。よこせ、痛い、お前ダウンしろ、逃げるな、クソ野郎。ちょっと待って、今のうちに OK、 逃げるな、当たってない、ほい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 、お前来た、いや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 、なんでや、来た、1、2、いけ、ほい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 、バカが。で次これか、2体か、奪還作戦 B 計画シャープ2の B、 優雅やな登録者。大型と中型の荒神の動きを感応レーダーが捉えた。おそらく戦ったことがあるやつだと思うが、念のため警戒は怠らないようにしよう。まあいけるやろ、うんと思うわ。お前こっちや、なんや、やばいか、いや止められん、もう、おーギリ助かった、ナイス。ちょっと待って、今は回復じゃない、にや、いや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 、くそ、お前その貧弱な盾で、お前くらよら、おい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 、くそ、おい、活性化したからなんやねん、ボケが、ナイス、サソリが当てろ、もな。でこれか、重要第一フェーズ開始。作戦目的、限界海域侵入の足がかりとなる、なんて読むこれ、橋、橋頭、わからん、中継地点の確立。後続の補給部隊が安全かつ速やかな拠点建設に移れるために、周辺に巣く荒神に、荒神、特に海域種を徹底して排除されたし。こいつ回帰しちゃうやろ、前は。それでは気をつけていってらっしゃい、無理はなさらないでくださいね。あいつ回帰しかちゃうやろ、ドリルマンって。また乱入か、やめてや、ほんまか、おいおいおい、おら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 、どうした、ああ、ダウンしたな、くたばれ、おい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 、どうしたおら、熱い、どこや、カメラワークがもう死んどるんや、これは
くそったれが。逃げれる思うな。こいつ逃げやがって、土畜生が。逃げれると思うなよ、ポンコツが。エンゲージ、アホ。所詮は普通のやつや。海域室ちゃうねん、お前は。